で打ってみて。ある日のこと、突然闇の波動が光のプリズムを狂わせ、世界中の光を吸い込み始めてしまいました。それから夜の闇が続き、人々は眠ったままの朝を目覚めさせる方法がわからないまま、不安な生活を強いられていました。しかしそんなことには全く無関心で、ウィローが大好きなコットンという魔法使いがいました。
けど注意。注意、薄気味悪いわ。
やけど注意。
1、2、3、4、5、6、7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 、
たね。でも私がいる限り妖精界には行かせませんよ。ここでウィローと一緒に食べて差し上げましょう。あなたの心にティータイム。ようやくウィロー食べられると思ったら、なんなのあんた。魔物のボスよ。この人が全部悪いの。そう、ウィローごと食べて差し上げましょう。ありがとうコットン。数々の辛い戦いを乗り越えてよくここまで来てくれましたね。あなたの勇気ある戦いでこの妖精界のみならず、あなたの住んでいる世界にもやがて朝が訪れるでしょう。この七色ビルこそこの次元の全ての色を作り出している光の結晶なのです。この手を離れ、自らの色に戻りなさい。コットンさん、本当にありがとうございました。これで妖精界も救われます。ビッグのウィローなんて嘘をついて本当にごめんなさい。でも
みんなあなたに感謝しているんですよ。あなたがいなければ闇の波動を消し去ることはできなかったでしょう。女王様もとってもあら、もしもし、石になってる。いや、そういえば隣の国もなんだか黄金のウィローを盗賊に盗まれたとか言ってたわ。退治するとウィローがもらえるかもしれ。え？あたいのウィロー。